皆さんこんにちは、アキスキッチンのアキです。今回はサバの味噌煮を作っていきます。サバは生臭さがあり、その生臭さが嫌いな方も多くいらっしゃると思います。今回はそのサバの生臭さを取り除くための方法を紹介していきます。この動画を最後まで見て作り方を覚えて、ぜひとも家で作ってみてください。今回使う材料です。長ネギ1/2、白い部分を使います。生姜1かけら、サバ半身、以上これらの食材を使って料理を作っていきます。まず生姜は皮を剥いていきます。皮を剥くことができたのでスライスしていきます。だいたいこの程度の大きさに切っていきます。生姜はサバの臭みを消すために今回加えます。長ネギはまずここを取ります。だいたいこのくらい1/2の長さを使います。そしたら白髪ネギを作っていきます。中心のこの部分は使いません。大体このくらいの大きさに切っていきます。細かく千切りに切っていきます。切り終わった後はこのように水につけておいてください。サバはこのままでは大きいので、まず半分に切ります。次にバッテンになるように包丁で切り込みを入れていきます。こんな感じで切り込みを入れます。味噌煮をする前にサバを熱湯でくぐらせます。くぐらせることによってサバの臭さを取り除くことができます。さっと熱湯に通すだけでいいです。通した後は冷水につけてください。それではやっていきます。表面が白くなったらもう取っちゃって大丈夫です。このように冷水につけます。それでは煮付けを作っていきたいと思います。まず鍋の中に調味料を加えていきます。水 300cc、酒大さじ3。ちなみに酒を多めに加えることによって臭みを取るほかに水分保持力を高めてくれる効果があります。味噌大さじ3。切った生姜も加えます。味の素少々。これで火をつけて沸騰するまで待ちます。沸いたので、この中にサバを加えていきます。追加で調味料を加えます。醤油大さじ1、みりん大さじ1、落とし蓋をして強火で15分間煮詰めていきます。15分経ったので取り出したいと思います。仕上げに味噌を大さじ1加えます。味噌は合計2回加えることがよくて、2回目は仕上げに入れて香りと風味をつけるために入れます。中火だと5分間煮詰めれば完成です。5分経ったので開けたいと思います。それでは盛り付けていきたいと思います。
完成しました。それでは食べていきたいと思います。いただきます。最高うめえ。今回作っている時の反省点として、まず仕上げの5分間は煮込みすぎたなと思いました。あそこは中火で5分間じゃなくて2分間でいいと思いました。あと味噌の量が多かったので、今回は味が濃いめの料理になりました。もう少し薄味で食べたいなって人は1回目味噌を入れる時に大さじ2で、仕上げに大さじ1を加える形をとってみてください。で、今回作る時のポイントをもう一回おさらいします。サバは煮つける前に熱湯を通します。熱湯を通すことで臭みを取り除くことができます。生姜は一緒に加えて煮込むことでサバの臭みを取り除いてくれます。このサバの臭みを取るか取らないかで本当に味がだいぶ変わってくるので、熱湯をくぐらせるっていう工程はしっかりと家でやってください。最後までご視聴ありがとうございました。この動画の概要欄に今回作ったサバの味噌煮のレシピを載せておきます。皆さんよかったら作ってみてください。サバの味噌煮が上手にできたよって人はコメント欄で教えてください。その他に何か作ってもらいたい料理リクエストがありましたらコメント欄でお待ちしております。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。